で審議を聞いててですね、まず大臣副大臣が、法案の中身を全然知らない、答弁してるのはほとんど、内閣官房の審議官、官僚が答弁をしていて、法案の中身については全く知らないで、通告外の質問が急に出たりするととんでもない答えをする、甘利大臣なんかはもう官僚の答弁をそのまま繰り返しているだけですし、山本 IT 大臣に至ってはエチロンって知ってますかって通告外の質問をいきなりされて、名前は聞いたことあるけどよく知らないとIT 大臣ですよ一国の。そんな状況で審議が進んでます。この番号制というものは近々法律として成立をして万歳参照する人たちもいるかもしれませんけれども、まあ、私たちからすればここから崩壊が始まるというふうに考えていいんだろうと思います。前政権の民主党案と、まあ、今回の自民党案ですね、いろんなところで、細かいようですけど実は大きな違いがあるということがこのカードを一つ取ってもよくわかると思うんですね。先ほど最初に井上さんがですね、今回の法案については自民公明民主生活民主みんな維新ですね、これが、賛成というふうに報告していましたけれども、昨日の内閣委員会の理事会に、修正案が出されましたが、その修正案の共同提案者が、自民公明に加えて野党であるはずの民主と維新とみんななんですね。でそこに乗っかっていないのが、共産とそれから生活の党、それから、委員に内閣委員会に入っていない、まあ、社民党は、委員会に入っていませんけども反対と。一番の問題はこのよく私どもこの IT 化社会の中で何を一番気をつけなきゃいけないかということなんですよね。それはやはり常にパスワードを変える時代であると。そのパスワードを常に変える時代なのに一つの番号をあらゆることに一生涯使うということがどういうことなのかですね。これで安全安心とかですねありえないんですね。やっぱり情報、我々の社会の情報っていうのを一体どうするのか、あれ突き詰めて言うと情報っていうのは一体誰が取り扱い管理し、あれ最終的にその情報は誰のものとして我々の社会を形成し構築していくのかっていう、情報は誰のものかっていうものをめぐるやはり攻防っていうんでしょうかね、戦いなのかなと。